どうも、ダビド・ルイスってケイヒルのこと絶対見下してる気がするよね。でおなじみレオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。本日2本目はですね、まずチェルシーの話からしたいと思います。こちらチェルシーさん、次絶好調のチェルシー、絶好調コスタ、中盤のカンテの出場停止中なので、それについて特集をお願いいたします。というわけで、絶好調のチェルシーですね、1対0の勝利が多いのか、逆にね、大差をつけてなくても、勝ち切る能力、そのね凄みを、感じてしまいます。コスタがですね、次出場停止っていうことですね。で、カンテも出場停止で、ちょっとここ勝負どころだと思います。で、次の相手がボーンマスということで、ボーンマスにはですね、アケがいますね。チェルシーからレンタル中の選手でして、左のセンターバックをやっていますので、僕はですね、このチャンネルでよく不安に挙げている、ケイヒルのポジション、そこにですね、アケが入ってきたらいいんじゃないかと言われる選手で、実際にね、その試合で戦うんで、すごく、モチベーション高い、俺いつでも戻れますよっていうところですね、アケとしては見せたい、そんな試合になると思います。試合見てると、結構ね、チェルシーが、攻略されてると言いますか、研究されてきてるのが分かって、そこをですね、こう選手の個人技でこう勝ってる感と言いますか、まあ、その個人技をねちゃんと出すことができる戦術を組めてるっていうのはあるんですけれども、ちょっと歯車が違ったら、勝ち点失ってるって試合もですね徐々に増えてきてる感じがしますので、次注目だと思います。その中でね、今回も得点決めたジエゴ・コスタが出れないっていうのは、その1点をね失うっていう意味ですごく苦しいと思いますし、コスタの代わりに出るとしたら、アザールとウィリアンとペドロになるのか、もしくはですねそこにセスクを使うのかっていうところですね。本来だったら前にセスクを使った方が守備的には怖くないんですけど、今回カンテが出れないということで、 3-4-3 の中盤2枚はマティッチとセスクになって、もしかしたら3トップに、ペドロ、ウィリアン、アザール、もしくは普通に、バチュアイが、コスタの代わりに出るかもしれません。そういったところでですね、コスタがいない時に0トップ的な、組み合わせをするのか、もしくは、コスタの代わりにそのまんまねタイプが似てると言いますか、同じストライカータイプの、バチュアイを入れるのか、すごく注目だと思います。カンテの代わりね、マティッチの代わりは、セスクの方がね、チラシの部分はできて、カンテほどね、動き回る役割じゃないので、マティッチのところは、まだなんとかできましたけれども、カンテの代わりとなると、前に後ろにどんどん動いてと言いますか、大きいスペースをね、カバーして守備をしながら、ボールを散らさなきゃいけないっていう風になりますので、もしかしたらちょっと厳しいかもしれないですね。でも今、チェルシーというチームはですね、守備の組織すごく整っていますし、この 3-4-3 の中盤2枚のですね、後ろのスペース使われそうな時は、3-4-3 の3バックのですね、一番ね、その開けたゾーンに近い選手が飛び出していってそこをカバーするっていうことがありますので、そういった点でね、守備の組織を考えると、ボーンマスのレベルならっていうとね、ボーンマスに対して失礼かもしれないですけれども、ね、ビッグクラブと言われるようなチームじゃない限りは、カンテの代わりがセスクでも務まるかなっていうふうに、思います。まあ、チェルシーの弱点とかね、徐々に、見えてきてる部分はあると思うんですけど、それについてはまた次の動画でも、話したいと思いますので、今度の試合はコスタの代わりをバチュアイでやるのか、ペドロでやるのか、そういったところですね、注目していきたいと思います。そして次の質問こちらです。トーマストマトさん、ハメスが試合後のインタビューで移籍希望をする的な発言をしたらしいですね。一番活躍できるところに行ってほしいですね。というわけで、そちらのニュースこのように出ましたね。レアル投手ラモス、鹿島戦後に対談させたハメスに苦言、個人的な都合を話す日じゃないということで、もうハメスがですね、ちょっといろいろオファー来てるから移籍の選択肢考えるみたいに言ったっていう話がありますね。そしてレアルの内部では今シーズン終わるまでは、いるっていう約束だったのに、ちょっとそのね、合意とは違うじゃないかっていうところでちょっと問題になっています。まあそういったところでハメスだったり、あとねタイトルにもしましたデパイだったりドラクスラだったり、いろんなね、選手の冬の移籍実際にするんじゃないかとか、話されています。その話をどんどんしていきたいと思います。ハメスは最後に回しまして、まずデパイの話から。デパイユナイテッドでですね、出番失っていますね。ベンチに入らない試合も多くなってきました。一番有力なのはエバートンですね。エバートン、サイドの選手、左サイドの選手が、どの選手もちょっとクーマン監督を満足させているとは、言い難い状況です。この間の試合レノン消えていましたし、クレバリー使われる時も良くないですし、やっぱりボラシー以外ちょっとね、左サイドに使われる選手、あまり良くない印象があります。そうなると、同じね、オランダ人としてのコネクションなのか、デパイを欲しがるのかなって思いますけれども、ね、デパイが、今のね、コンディションで、同じようにクレバリーとかそこ以上にですね、できるかどうかっていうと、ちょっと微妙なところだったりしますね。ただ、有力候補としたエバートンで、プレミアリー
リーグの規定で、同じチームから2選手をレンタルできないんです。なんでそうなってくるとシュナイデルランを獲得するっていう噂もありますんで、シュナイデルランを完全移籍で獲得して、そしてデパイをレンタルにするんじゃないかっていう話もされていますね。なんでこの辺注目なんですけど、シュナイデルラン、ちょっと守備的なねボランチで、まあサウサンプトン時代はですねパスにも強みがあったんですけども、まあ今はですねどちらの輝きも失われてるといったような感じで、このシュナイデルランがですねエバートに行くんじゃないかっていうふうに言われてるんですけれども、エバートにはですねゲイエがいまして、ゲイエっていうのはもう言っちゃえばカンテみたいな選手なわけなんですよ。あまり上背はないんですけれども、体を張ってボールを奪える選手っていうイメージでして、なおかつコンビを組むボランチにマッカーシーだったりバリーだったりとか、いますんで、そういったところで果たしてシュナイデルランがいるのかどうなのかっていうところですね。そういったところで、前にですねこういったご意見いただいていました。これレスターのねカンテの後釜の話の時になんですけど、ラージ ST さんからシュナイデルランとかどうですかねっていうふうに来ていました。これすごくいいと思いましたね。シュナイデルラン、まだ老け込む年齢じゃないですし、やっぱり監督からの信頼が大事だと思うんですね。そうなるとシュナイデルラン、エバートンへの移籍が濃厚って言われていますけど、ね、ナイジェリアの若手のミッドフィルダー、ちょっと名前をど忘れしましたけれども、その選手のね獲得とか言われていましたけども、18-19のね選手にチームの復活を託すような博打をするよりもですね、プレミアリーグで経験のあるシュナイデルランの方がですね戦力的にはすごく計算できると思います。アマーティキングだとどうしてもですね縦へのパスだったりそこの怖さがなくなってしまいますので、そういったところでシュナイデルランのねレスターへの移籍復活っていうのを一番見たいストーリーですし、まあエバートに行ったとしたら、まあメディアの情報って本当だったんだなっていうふうに、思ってください。そしてスターリッチなんかね、リバプールで、フィルミーノがメインのレギュラーですし、オリジンも活躍してるんで移籍するんじゃないかなって言われてますけれども、この間の、エバートン戦すごく活躍しました。すごく活躍したというか、まあスターリッチのミドルシュートがあったから得点取れた1点でして、ただスターリッチに関してはやっぱり守備の時の切り替えの遅さだったりとか、そのサボり癖ですね、そういったところがありますんで、どうしてもねクロップのやるインテンシティの高いサッカー、切り替えの時の、スピードだったりとか、そういった部分を求めるサッカーにはちょっと適応してない感じします。ただスターリッチのね能力だったり実力は、クロップ認めてる発言何回もしていますので、スターリッチはですねスターリッチ自身が変われるかどうか、リバプールでもね愛されてるような感じ、ファンが多い感じがありますので、ここはスターリッチにはですね頑張ってスターリッチ自身に変わってもらうのが一番いいなって思いますし、スターリッチもですねリバプールで生き残りたいって気持ちあると思いますんで、ここはメディアが騒ぐほど移籍はないんじゃないかなっていうふうに思います。そしてドラクスラーですね。僕はこのドラクスラーによってですねハメスの移籍も結構いろいろ変わってくると思います。最近のボルフスブルクの試合はベンチにも入らずっていう形になっていますんで、もう移籍はですねほぼ確定なんじゃないかって言われてますね。そうなるとやっぱりですね一番、候補として上がるのはアーセナルですよね。アーセナル候補として上がる理由が、まあずっとベンゲルが狙ってるっていうのがあるのと、あととても仲いいエジルがいるっていうのがありますね。そして何よりですね左サイドがアーセナルは薄いんですね。イオビ、チェンバレン、どっちもかなり微妙でして、弱い相手にはいいんですけれども、やっぱマンチェスターシティとね戦った試合も含めてやっぱり頭を使ってサッカーできない選手2人なんで、まあドラクスラーがねそこでどのぐらいできるかっていうのはまたねユーロでの試合の活躍の仕方とか見てると波があるんで、ちょっとどうなのかなって思う部分ありつつ、ただですね今エジルがすごい飛び出す選手になってったのもありまして、左にドラクスラーのように縦にも中にも仕掛けられてスピードがあってミドルシュート打てる選手っていうのはやっぱりかなり武器になると思うんですね。そうなるとこのドラクスラーが3600万ユーロ、40億ぐらいで取れるっていう話ですので、年齢のいってるパイエにお金を使うよりはこのドラクスラーが妥当だろうと。ただここに参戦してきてるのがパリサンジェルマンでして、パリサンジェルマンはドラクスラーに80億以上積むよっていう話をしているんですね。そうなるとここドラクスラーの希望だけでいけるのかと、ボルスブルグがパリサンジェルマンじゃなきゃ行かせないっていう風になったらまたこじれるんで、ここは一つ大きな問題だと思います。これ仮にね、アーセナルがドラクスラーに行けたとしたら、パリサンジェルマンはやっぱりですねイブラがいなくなった後に次のアイコン、スターになれる選手を必要とするんですね。パリサンジェルマンって昔からねそういった、文化があるチームでして、ロナジーノだったりとかね、やっぱりどうしてもそういうね大スターを一人チームに置いておきたいチームなんで、そうなると、パリサンジェルマンはハメス・ロドリゲスっていうのがですね非常に選択肢として大きいと思います。夏にもねハメス・ロドリゲスに100億以上のオファーを出したっていう話があったんですけれども、この冬にもですね、出してると思いますし、パリ・サンジェルマンはそこのねミッドフィルダーベラッティがね昔ほどちょっとねいい状態じゃないように、僕が見る試合では
思いますし、パストーレもね怪我がちな選手ですし、モッタも今シーズンで引退とか話ありますんで、真ん中をね任せられる選手で、ハメス・ロドリゲスの獲得っていうのはそういうね商業的にもプレー的にもどっちの面でもですね非常に効果が大きいと思います。で大穴として考えられるのはパリがドラクスラーの方を獲得したらアーセナルがパイエを獲得して、ウエストハムが開くからそこにハメス・ロドリゲスが入るっていうパターンもあると思うんですけど、ハメスにはね最低でも80億以上の移籍金が必要なんで、テベスに使おうと思ってた、テベスを夏に獲得しようとして獲得できなかった、分のお金とパイエの移籍金を合わせてもウエストハムに、そのぐらいのお金があるのか、またウエストハムで、ハメスは OK なのかっていうところでちょっとねメディアで噂は上がってますけど、なかなか厳しいと思います。まあそれ以外のチームざっとおさらいしますと、まずチェルシーに関しては絶対ないですね。ハメス・ロドリゲスができるポジションっていうのは、中盤の4枚の中ではありませんし、3-4-3 の3トップの中、ここはですねアザールっていう絶好調の天才がいて、そしてウィリアンとペドロがいて、ジェイゴ・コスタがいてっていう感じで、もう控えにねハメス・ロドリゲスを置くよりももっとですねお金をこう使うべきポジション、カンテとマティッチの代わりをできる守備的な選手だったり、両ウィングバックを、こなせる、高水準な選手だったり、3バックのねどこでもこなせる選手だったり、こう必要なポジションすごくありますんで、チェルシーは噂上がっていますけど僕はないと思います。そしてユナイテッドもできるとしたら 4-1-2-3 の今ポグバがやってるポジションだと思うんですよ。ただポグバのポジションに控えとしてハメスを取るっていうのは現実的じゃありませんし、サイドに使うのでしたら今のユナイテッドってサイドはねすごい守ってサイドバックと連携して、守備をしますので、そうなると、ムヒタリアン、リンガード、マターとかと比べて、まあ、ルーリーとかね、その辺と比べてハメスはできませんし、モーリーノがね気に入ってコンディション上がらなくてもずっと使ってるマーシャルとかいますんで、ユナイテッドもないだろうと。そしてシティ、微妙にですねギュンドアンが抜けた穴をもしかしたらハメスあるかなと思うんですけど、ハメスに関してはスピード違反でですね飲酒スピード違反で裁判所に出頭命令が出てんのにパーティーやっちゃったりとか、そういう素行の悪い選手をですねペップは嫌いますので、シティもないだろうっていうふうに思います。今本当に欲しいのはセンターバックだと思います。そしてアーセナルは先ほど言ったような感じで、ミランに関してはお金がどのくらい使えるのか、3月に売却が先延ばしになったんですけど、その補填金が出るんで100億以上使えるっていう噂もあったり使えないっていう噂もあったりで、ちょっとこの辺微妙なのと、あとですね今の 4-1-2-3 のシステムで、どう使うのか、もしかしたらハメスが入って中に使われて左のアウトサイドにボナベントゥーラが回されるとかあるかもしれませんね。もしくはトップ下やらせたいからハメスを無理やり会長取ってきちゃうみたいなこともあると思いますんで、ミラン、もしくはあとバイエルミュンヘン、アンジェロッティ時代にハメス・ロドリゲスすごい活躍していましたので、そういったところでですね今ミュラーもねゴールは決めましたけれども、絶好調の時から比べればほど遠いので、そのね 4-2-3-1 のトップ下っていうのはハメスが一番得意なポジションですから、レバンドフスキーの下にハメスとかはねまあミュラーには悪いですけれども、ちょっと見てみたいところでもあります。なんでそういったところでですねハメスの移籍先としてはミラン、パリサンジェルマン、バイエルミュンヘン、この辺が有力なのかなっていうふうに思います。こういった感じで、皆さん僕の予想いかがだったでしょうか。皆さんの意見とかもコメントで聞かせていただけたら幸いです。といったわけでレオザフットボールでした。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。